極端な二極化というものが今日本では進行してます。そういう状況の人がかなり増えている。今すぐにそれを変えられる状況ではないということは事実なんだよね。どうもこんにちは、太田です。今日はですね、統計には現れない生活困窮者の割合が現在激増しているというテーマでお話をしていきたいと思います。まあ、平たい言葉で言えば、生活困窮者というのはホームレスですね。例えば家を持たずにですね、漫画喫茶で住まわれている方とか、そういう状況の人がかなり増えているというのが統計では現れない、つまりメディアとか政府の発表では出てこないんだけれども、実は増えているということなんですね。これっていうのは実は日本だけではなくて世界的な現象です。特にアメリカ、そしてヨーロッパもかなり増えている。同じようなことが世界全国で起きてますから、移民がまた入ってきて世界の仕事の奪い合いになってるっていう状況が今あるわけなんですよね。やっぱり日本って基本的には、皆さんが何歳か分かりませんけれども、まあ日本は20年前30年前はジャパンアズナンバーワンの時代がある程度あったわけですね。世界のトップ企業50のうち36ぐらい日本だったわけなんですよ。まあそれぐらい日本はブイブイ言わせてた時期があったわけなんですね。でも今はいろんなものが、その規制とかね、だからちょっとね、調子乗っちゃったんですよ日本がね。お金に物を言わせてですね、ロックフェラーセンターとかなんか買おうとしちゃったもんだから、まあアメリカのね、中枢伊勢神宮買おうとしたようなもんですよ。だからもうそれ目つけられちゃって、そこからの姿は皆さんが30以上であればなんとなく想像がつくんじゃないかなと思うんですけれども、高度の成長もなく、もうひたすら下降成長というね、下降成長という言葉があるのか、まあ、下落っていう道のりをずっと過ごしてきたわけなんですよね。で、そして今や日本はかなり厳しい状況になってきています。で、物価とかもね、やっぱり海外に行った時に日本は成長せず、そして海外は成長しているので、まあ格差というかね、圧倒的にもうその差っていうのは行けばわかるっていう状況になっています。だけどなかなかね、日本にいるとわからないじゃないですか。それってどういうところで実はわからないようになっているかと言いますと、要するにですね、ホームレスの定義って誰がカウントしているのか、統計の数字を作っているのかっていうことがわかると、なるほどなと思っていただけると思うんですけれども、実はホームレスの数って誰が探してるんですか？これね、実は公務員さんが目視でなんか時間が決められていて、どれぐらいいるのかな路上生活者はみたいな感じでこれを探しに行ってですね、数字的にだいたいこれぐらいかなみたいな感じで、段ボールで生活してる人はどれぐらい、生活困窮者っていうのはこれぐらいですよみたいな感じでですね、カウントしてるわけなんですよ。なので要するにカウントする人が手抜こうと思ったら死ぬほど手抜けるんですよね。で、あとは実際に例えば友達ん家に居候してるとか、ネットカフェに住んでますとか、なかなか外寒いからそこで路上生活をしてるっていうレベルじゃないけれども、生活困窮にある人っていうのはかなりいるわけなんですよね。でも究極言うと施設に入っちゃってるとかね、そういうようなことも含めるとですね、実はこの底辺層というのが実はかなり広がっています。その裾野が広がっていて、極端な二極化というものが今日本では進行してます。で、まあ、僕がフランスに留学してた時期っていうのは、もうフランスなんかもう完全に二極化が済んでますので、行くスーパーが決まってるんですね。低所得者のスーパー、そして高所得者のスーパーって、もう全然行く場所が変わってます。物の値段も6倍ぐらい違います。6倍じゃ効かないかもしれないですね。10倍ぐらい下手すると。同じチキンとかでも、僕が近所で行ってたスーパーとか、アラブ屋って言ってましたけど、僕はね、アラブとかアフリカの人がやってるお店があるんですね。で、そこに行くと鶏肉これぐらいのサイズで160円ですよ。すっげえなみたいなね。160円でこんなに食べられるのかって。もうちょっと別のスーパーに行くと、フランス人ですみたいな、そういうマダムが歩いていくような場所っていうのがあるんですね。金縁のメガネとかつけながらとかね、シャネルとか着ながらみたいな、そういうイメージね。そういうイメージのフランス人が行くスーパーっていうのには、もう鶏最低同じものは600円から800円とか900円ぐらいで、放し飼いの鶏とかちゃんと1頭丸々売ってたりするんで、それとかになると2000円とかなんですね。要は本当に10倍なんですよね。同じ肉量ですよ。放し飼いで作られてる鶏ではなくて、そこら辺のホルモン注射でブヨブヨになった肉っていうのが、本当に食べ物の格差としても現れてました。で、日本っていうのはこれが巧妙に分からなくなってるんですよね。一億総中流っていう言葉もあるぐらいで、そういうのが見えないように見えないように本当にできてるんですね。だから日本全体が中流から下流に下がってるっていうことなんです。で、それが見えなくなっているっていうこと。
ことなんで、それはだからある意味で言うと本当に格差の底辺の人が増えてきて、そして日本の国力自体も全般的に下がってますよねっていうことなんですね。こんなこと日本が許すんですかと、日本の政府の人たちではそれに対して国のために何とかしようって思わないんですか。思わないんです思わないんです。いや思わないんですって、そんな人が政治家になっていいんですかって思うかもしれないけど、いや思わないでしょ。戦後の辛い中で日本人はもう今回やっていかないといけないとかって思って、辛い経験をね噛みしめて、そして俺たちが日本を作っていくんだっていうふうに思っていた人たちと、それのもう2世議員で、ほぼ大体今の議員ってほぼ2世議員じゃない。だから既得権益を代弁するために存在してるんだよね。だから口利きをするための存在として基本的には議員がいて、そして人気取りのための芸能人議員とかそういうのも出てきたりとかして、何にも国のために何をしようっていう風にも真剣に考えたことがない人たちっていうのが政治を今牛耳ってるわけじゃない、根本的に。だからポピュリズムですよ。ポピュリズムっていうのは要は本当に人気政治とか、あとはもう本当に二世議員で地盤がありますっていう人たちが支配する政治形態に日本はなってますので、はっきり言うと格差があった方がいいんだよね。そして自分たちは利権を取り、そして搾取をしていくという構造があればあるほどいい。これっていうのはまあ昔からポピュリズムっていう言葉もあるぐらいで、それは何かというとローマ時代から続くですね、パンとサーカスです。最低限の餌と見せ物があればいいですよっていうことですね。ショーを見せとけば大衆はそれで満足すると。でこれが昔からローマ時代からある人民を統御する方法なんですよね。統治者の基本的な考え方なんで、支配者の基本的な考え方、これ2000年間ずっと変わってませんから。でこれが日本に戦後持ち込まれたのが 3S 政策ですよね。ご存知のようにスクリーン、セックス、スポーツっていう、まあこの3つの見せ物をね、ギリシャの時はコロシアムで見せ物を見せるってことだよね。でそういうだからエンターテインメントとか、そういうなんかプロレスとかそういうものを見せることによって奴隷たちは気晴らしをするっていう発想ですよね。でこれの発想の延長線として実はオリンピックって出てますからね、ちなみにね。なのでこういうような政治形態、要するにポピュリズム政治形態っていうものに私たちなってますので、どんどん庶民が貧困になればなるほどいいんです。そっちの方が支配しやすいんで、物考えないで支配しやすいような状況になってった方がいいんで、よしっつってね、貧困層をなんとか立て直そうって思ってる政治家っていうのはほとんどいないってことです。いるかもしれないよ、数人いますよ。ただ少なくとも今の政治家の割合として、まあ、8割9割が少なくともそうなってるわけなんで、政治の形態としてはそんなに革命は起きないんで、まあ、革命が起きると信じるのはいいと思うんですけど、もうそれを僕は否定しませんし、信じるべき未来のためにですねやっていくことは必要かもしれないけど、今すぐにそれを変えられる状況ではないということは事実なんだよね。その中で私たちは生き延びなければいけないんですよ。お上とかいわゆる政府が言ってることを直接鵜呑みにしたりとか、直接信じて、まあある意味でパンとサーカスの世界の中でですね、とりあえず餌あげてテレビ見せて VR 見てて、そして幸せな気持ちになってですね、そしてベーシックインカムでとりあえず餌をあげるからねみたいな、そういう生活っていうものを世界政府というかですね、世界全体の統一政府っていうのは基本的に考えてるわけなんで、そのような流れとして私たち今進んでますよね。物考えない、テレビ見て戦争怖い、私たち何もできないっていう風にして、私たちはずっと抑え込まれてきている、まあ、ほとんど洗脳状態で貧困のまま OK である、とりあえずご飯が食べられればいいっていうような世界観を植え付けられてしまって、そしてそのような生活に落とし込まれてるってことですよね。これに気づいて嫌だなと思う人はもうここから逃れるために努力をする、そこを楽しみながらやっていくっていうのが僕は必要かなと思います。まあ一つの鍵としてはですね、まあ簡単に言うと、これから私たちの支配者というかですね、そういう時の権力者が何をしてきているのかっていうと、まあ AI を使ってある意味で奴隷化しようとしてますので、 AI というものが一体どういうことかを分かりながら、 AI にはできないような仕事を人としてやっていくっていうことが重要かなと思います。例えば農業とかでも AI とかで管理してね、農薬となんとか全部配合して、はいもう全部種とかも全部管理されてますよっていうようなものっていうのが大多数になるけれども、そうじゃないものを求める人たちっていうのは世の中にたくさんいるわけなんで、さらに富裕層っていうのはそういうものを逆に求めてますからね、そういう人たちに物売りゃいいんですよっていうことを考えると、逆張りで大多数が求めてないけども求めてる人がいるようなものに対して私たちが夢を持って行動できるかっていうことに関わってくると思います。要するに AI
AI ができないような、人間にしかできないような活動、これを価値にしていくっていうことが、まあ、重要になってくるのかなと思います。はい、ということでですね、いろんな問題が世の中起きておりますけれども、その中でですね、私たちが生き延びていくためにはどうすればいいのかということでですね、今この世の中の世界の支配者層というか統治者層が何を考えているのかということに関してましてはですね、概要欄の方からサバイバルセミナープレゼントしてますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。そういう構図がスパッとわかります。そしてもし面白いなと思っていただけた方はですね、ぜひね、高評価ボタンを押していただけると幸いです。そしてですね、このチャンネルではこうした情報を日々発信しておりますので、また次のビデオでお会いできることを楽しみにしておりますので、ぜひチャンネル登録をして応援していただけると幸いでございます。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。それではまた。